はい、どうも、ラウンドフィッシング、アジングでございます。久々にアジングにやってきて、カメラもね、こんな感じでセットしておりますけど、釣れるかどうかは知らないです。まあ、とりあえず、久々なんで、アジングというのかね、頑張ってみようかと思います。基本的にはこっちの先日購入したアクションカメラで、撮影という感じになるかと思いますけど、どうですかね、釣れますかね。道具はね、まあそこそこのね、いいやつ、シマノの、これ何だったっけ、これはね、シマノのアジングロッド S608UL の S というやつです。それにシマノのなんか、なんとかなんかのアストラディック CI4 とか、まあ道図とかどうか適当に書いておきます。とりあえずこれでちょっと、やってみてみようかなと。久々なんでね、マジ釣れるかわかんないです。今こちらにここ臼杵市のあのどっかの港です。ちょっとこの辺をブラーっとちょっとやってみて、釣れなければちょっと移動してみてという感じで、ちょっと頑張ろうかなと思います。はい、釣れてる？お、釣れてる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 。お、釣れたぞ、なんか。え、なに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 。あ、メバル釣れたよ。ちょ浮いてたわ、なんか。はい、なんとね、メバルが釣れました。ちっちゃいね。10センチないかな。です。ということで、リリースしたいと思います。ですね、今やってるんですけど、偶然釣れたメバル1匹だけですね。あとはもうちょっと当たりもないというかね、生後がいるんですよ、50センチぐらいの。多分あれがいるからね、多分この辺、アジが少ないんじゃないか。外側投げればいいかもしれないけど、あんまりこう、ね、アジングでこう外側で釣れるっていうイメージがあくまでも個人的にないので、さっき餌釣りの人ですら釣れてなかったんですよ。で、もう何人かね、自分が来た時ちょうど何か書いてたんで、多分もうちょっと時間がずれてたのかなと思います。で、今ね、臼杵の方に来てるんで、もう一箇所どっかちょっと臼杵の方の、どっか探してみて、で、そこをもう一箇所ちょっとやってみようかなと思います。ということで、移動します。なんか絶対ついちゃう。え？なんかついちゃうよ。何これ。
お、メバル。メバル。メバル来た。メバル来たよ。マジか。イエーイ。メバル来た、メバル。2投目だからね、2投目。早くない。すげえ。いや、なんかね、2投目、3投目かな ?2 投目の時もなんかプルプルって来たんだけど、なんか藻が見え、こう浅いんですよ、なんかすごく。藻があったんで、それに引っかかったのかなと思ったら、普通にもうメバル来ましたね。はい。ということで、頑張って、もう続きもね、頑張っていきたいと思います。ということでね、今、1匹ね、多分数頭 ?3、4頭ぐらいで1匹釣れたんですよ。で、そっからだよ、そっから。なんか道糸の変な、なんか途中なんかもう、だって、リールのちょっと上ぐらいで、もうここら辺か。ここら辺なんか道糸が切れて、え、なんで切れたこんなところでと思って、別に絡まってもなんでもないのに、なんか知らんけど、なんか当たったのかもしれない。切れたんですよ、とりあえず。で、で、まあ別に結び直せばいいんで、結び直すのに、相当かかりましたね。多分もう、40分くらい。何回結んだかわかんない。もう30回ぐらい結んだんじゃない?直結でギューってやったら、ギューってやって、ちょっとこう、強度テストみたいにするじゃないですか、軽く。だもう、そのためにプチン、プチン、プチン、締め込んだ後、ギュー、プチンみたいな。力全然入ってないんですよ。プチンって、何それみたいな。で、直結の方法ね、いくつかあるんですよ。自分がやってるのは主に一種類。名前わかんないで、これにこう、順番的に書いておくけど、1、2、3、4位みたいな。名前、結び方、名前がわかんない。で、その、1番目得意な結び方でやっても、何回も切れるし、2番目、3番目、4番目。全部ダメっす。で、結局、こう、なんか、ループで結んでて、ループじゃないわ。ローテーションでね、こう、1、2、3、4、1、2、3、まあ、1が一番多いんだけど、1、2、3、4で結んでて、やっと1番でこう、ギュッていった。なんだろうね。まあ、この道糸がね、こう、細いせいもあると思う。じゃないと、なんかね、なんか、道糸側が全部切れてたんで、多分、そうだよね。なんかの結び方がちょっとこう、狂って、綺麗に結べなかったのかなっていう感じです。はい、ということで、やっていきます。お、来た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 。お、ちょ、入れ食いじゃないこれ。これ何、ね、これもメバルか。メバルっぽいですね。お、また来た。来た。おお、ほら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 。あ、もう外れちゃった。はい。こんな感じで、メバルっすね、また。ちっちゃいっすね。10センチあるなしだけど、入れ食いだわ。あのね、もうただね、ただ浅いんですよね。だからとりあえず普通にただただ巻きって感じ。でもブルーってくるから。ほとんどでも皮だよね、これ。一頭一匹まではないけど、あんまりこう沈めてるっていうか、本当浮いてる感じだよね。海面から多分20から40ぐらいの間じゃないかなと思うけど。プルプルってすげえ来るから。めっちゃわかる。お、当たったね。今当たった当たった。
構ね、もう川なんで、もう右にすげえガンガン流れてます。でかつ風も左から右に今綺麗に流れてるって感じ。手前フグ多いな。うん、渡った。あれ橋のたもとに来ると全然釣れないんだけど、あんま当たりもね、なんか角度がやっぱ違うんだろうな。暗いところから当たった。今のは当たったよ。早いのかな巻きが。巻きが早いのかな。引っかかったか乗ったか、引っかかったか当たったかどっちかだね。風が止んでくれないと結構ね、もう川が下ってるのがあるんで、すごい速く流れるんですよ右に。あ、当たった当たった。なんか合わせちゃうな。特に。元の位置に戻ってみると。起きた。そんなことある？そんなことある？場所戻って一投目なんだけど。メバルだわ。多分。すげえプルプルいってるけど。何？メバルアジ？なんかえらい重たいんだけど。何これ？おじょ。アジ来たっすね。よっと。アジ来た。まあまあ今日はね、とりあえずリリースでたくさん釣れたらね、持って帰るかもです。はい、ということでリリース。おお、アジ来たね。やった。超嬉しいんだけど。はあ、ちょっとなんか、分かった気がするかな。なんだろう、あんまり川の真ん中に投げなくていいのかな。まあ、流れるからどっちにしても寄ってくるのは来るけどね。これ竿見えてんのかな。